はい、こんにちは。野菜デザイナーの西山幸恵です。だいぶ真夏真っ只中で暑いんですけれども、寄せ植えが大好きなので寄せ植えもお届けしたいと思います。で、造花の方の夏らしい、作品もいくつか作っていますので、もうちょっとお待ちください。今回は夏バージョンということで、オベリスクを使ったサンパラソルのコンテナガーデンをご紹介したいと思います。それでは早速、材料と作り方です。はい、まずはこちら赤いゼラニウムを1鉢、次は赤い芽が入った日日草、こちらを3株、次はこちらライム色のコリウスを3株、そして今回メインの赤いサンパラソルを3株、最後は初雪かずら3株でふわっと仕上げていきたいと思います。あと今回容器の方はこちらのスクエア型で白いおしゃれな容器にしてみました。あと培養土と軽石とこちらのオベリスクを使ってサンパラソルを絡めて、また立体的に楽しめるコンテナを作っていきたいと思います。はい、こちらの容器に軽石と培養土を入れていきます。はい、容器はここに大きい穴が開いているのでネットで塞ぎます。こちらは100均で売ってる鉢底のネットでも大丈夫です。今回は深めの容器なので軽石を2リットルにしました。少し深めなんですが、培養土が下の方で詰まってしまうので、多めに軽石を入れて通気性を良くしていきます。次は培養土を入れていきます。今回も多めに入れて4リットルでここまで入ります。はい、まずはゼラニウムですね。で、ゼラニウムはどうしてもお店で売っている時にこういう黄色い葉っぱが増えてしまうんですけれども、で、選び方のコツは8割9割は全体的に緑の葉っぱが多くって、特にこの脇芽ですね、ここが緑でしっかりしていれば大丈夫です。はい、でこちらの鉢はアメリカーナのディープレッドという品種を使っています。まずは傷んでる葉っぱを掃除します。軽い掃除が終わったら根をほぐしていきます。はい、ここが危ないところです。土の割れ目があるので大事な根も切れてしまうので、ゆっくりとほぐしていきます。で、あと鉢から出したので下っ端の方ももう一回抜いていきます。元気な葉っぱですが蒸れてしまうので切っておきます。はい、ある程度土を落としてこんな感じで根っこが出てきたら、植えられる大きさになっているのでこれで植え込んでいきます。で、植える角度の方は周りの苗によってちょっとずれるんですけれども、大体のところで置いておきます。今の段階で決めておくことは、株元の高さを容器の縁と同じぐらいにすることです。で、周りに植える苗はゼラニウムよりも根株が低いので、ここで培養土を足しておきます。次は日日草を3株植えます。まずは新しい培養土に根がすぐなじむようにもみほぐして根を出しておきます。ある程度土を落として根が出てきたら、このようにまとめて植えやすくして植え込んでいきます。1株目は右後ろの角に植えていきます。はい、2株目ですね。こちらは草丈の方がちょっと低めなので前の方に植えていきます。こちらは右前に植えるんですけれども、株は開けて後で小さい苗を差し込みたいと思います。はい、3株目です。で、3株目は角と角のちょうど真ん中ぐらいに入れます。で、今回のように容器がスクエアで4つ角あっても、このようにすると綺麗に3等分に配置できます。はい、次はコリウスのちょっと切れ目の細いイエロービームという種類を3株植え込んでいきます。はい、まず1株目ですね。こちらちょっと高めに見えるんですけれども、まずは根をほぐしていきます。はい、植え込んでみるとゼラニウムが鉢花のものを使っているので、草丈がちょっと高めなので、草花は前の方にもちょっと高めのものを植え込んでいきます。なので鉢花を使う時には周りに植え込む植物の草丈に気をつけて選ぶのがポイントです。はい、3株目のコリウスは後ろの真ん中のあたりに植え込んで、アクセントとして3等分に散りばめていきます。はい、次は初雪かずら3株ですね。初雪かずらというと結構冬のイメージが強いと思うんですが、夏も暑さに強くて、この白とピンクの色合いがすごく際立ちます。ただ夏の日差しにちょっと強く当てすぎるとゴワゴワした感じはするんですが、春の間にまた柔らかい新芽が出てきますので、夏の強い日差しに当てても丈夫なカラーリーフの一つです。あと初雪カズラというと株分けをしやすい植物なんですけれども、今回は広げる感じに角に使うようにして、あえてゼラニウムと混ぜないように使っていきたいと思います。はい、次はサンパラソルのメインですね。こちらを3株植えていきます。ちょっと小さめの3号ポットですね。植えやすいサイズになってますが、やっぱりすぐに新しい培養土になじむように根を少しほぐしていきます。あと根を柔らかくしておくと自由に形を変えられるので、苗がたくさん入った状態でもどこにでも植えやすくなります。あと2株目はちょっと枝が長いので、後ろの方に植え込んでいきたいと思います。で、成長が早い分だけ根っこもたくさん張っていますが、元気な証拠なので、柔らかくだけしておきます。あとサンパラソルは白い液が出ます。こちらは、強竹糖化で日日草と同じ種類で、日日草は白い液は出ないんですけれども、有毒性がありますので、触ってしまったら石鹸でしっかり洗うと大丈夫です。はい、サンパラソルの方も3箇所に散りばめられるように、左前の方にこちら3株目を入れていきたいと思います。はい、これだけ入りました。全部植え込み終わったので、培養土を隙間に入れていきます。この時に初めに全部いっぱい入れてしまうのではなくて、少しずつ入れて苗が動かないように入れていきます。ゼラニウムの周りに植えた苗は縁の外側に向けるように植え込んで、あとゼラニウムの方は沈まないように根と根の隙間だけに培養土を入れていきます。あとこのスクエア型の容器は角に隙間ができやすくなってしまうので、培養土をしっかり角にも忘れずに入れていきます。はい、最後にこちらのオベリスクをセットして完成です。こちらのオベリスクはちょうど4本の柱があるので、こちらを角に向けてセッティングしていきます。セッティング方法は、枝を折らないようにまずゼラニウムを内側にするか外側にするか1本ずつ見ていきます。あとその周りのサンパラソルや日日草、コリウスなんかも外にする苗と内側に入れる苗を選んでいきます。はい、今回は、中心に真っ赤なゼラニウムを入れて、サンパラソルで囲む赤と白のコンテナガーデンにしてみました。オベリスクも容器の大きさに合わせて長めのものを用意しました。またこの後成長した様子はインスタグラムやフェイスブックでアップしていますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございました。